誰がそこそこですって。はい、どうもショイ TV です。はい、本日はですね、なんとショイ TV 初めてファンの方からプレゼントが届きました。嬉しいですね。すごいです。中身なんですか？爆弾とかですか？爆弾、そういう悪意のある人じゃないです。で、今回2つの商品をいただきました。こちらを紹介していきたいと思います。それがこちら、じゃーんと、はい、こちらリュウというメーカーのキャップ、そしてもう一つこちらがアトムズというあのグローブあるじゃないですか、そのバッティング手袋。去年の年末にあのアナゴさん、わかります？アナゴ TV さんのオフ会に行ったんですよ。その時にたまたま出会ったリュウのグローブを持ってる方、多分動画で紹介しました。昔というか今年の初め、ぐらいにリュウのグローブを紹介したんです。多分この辺に多分サムネが映ってるはずなんですけど、そうで、彼がもう岐阜県にお住まいで、もうマスカスポーツさん、リュウというあのグローブメーカーね、松坂選手も使っているグローブメーカーなんですけど、そちらで購入したらしいです。実はね、ニューエラなんですよ。おー、なるほど。ニューエラでデニム生地のリュウの帽子をいただきました。そしてもう一つですね、もう一つこちらのアトムズってグローブメーカーじゃないですか。バッテって俺初めて、俺も初めて。そうそう、関東に売ってないんじゃないかなって俺思って、でもしこの動画見てる人で関東に売ってるよって知ってる人いたら、あのコメントもらえたらと思います。デザイン良くないですか？めっちゃかっこいいですね。やっぱこう定番の白、金、黒ってもう強そうな感じ。ちなみに翔平 TV のこの T シャツも白、金、黒ですからね。似てる？似てる？翔平 TV カラー。ちょっとはめてみます。はい、つけてみました。はい、こちらこんな感じ、どうですか？すごいっすね。はい、でこちらつけましたが、サイズがですね L サイズということで、はい、ぴったしです。ここメッシュなんですよね。ここメッシュで、白いとこメッシュで、これ何種、これ何種、何種っておかしいか。エナメル系か。もうデザインどうですか？ちょっとバット振っていい？一番肝心なのが、こう滑る滑んないとかそういうのもあるんで、その辺のレビューもお願いします。え、俺のトークが滑る滑んない？あ、まあ、ええ、はい。いや、逆にどうすか？逆にどうすか？バット握った感じはどうなんですか？ちょっとゴワゴワするとか、ない厚みを感じるとか、ないっすか？ない、普通に持ちやすいっす。グリップ力的にはそこそこあります。あ、なるほど。誰がさ、です怒ったかんな、許さないかんな。はい、というわけで今回はこちらのキャップですね、リュウのキャップとこちらのアトムスのバッティング手袋をご紹介しました。送ってくれましたファンの方、本当にありがとうございます。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、ご評価よろしくお願いします。それでは、どうでしょう。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それでは、アウリオシタアツオ。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。Glorious light down, 中途半端